NGC6231 は、サソリザにある、三回星団である。中国では、神宮と呼ばれる。サソリザゼータ星の近くに位置し、サソリザゼータ一星は、この星団の構成である。この星団は、約3200万歳と推定されており、秒速 22km の速度で、太陽系に近づいている。若いサソリザ OB1 に属している。サソリザ ゼータ一世は、このアソシエーションで最も高温の構成であり、またこの銀河で最も明るい構成の一つである。この聖団は、1654年に、ジョバンニ・バッティスタ・オディエルナーによって発見され、彼は、自身の聖表に、ルーメナシーとして記録した。この聖表は、1654年に、パレルモで出版された、著書でアドミランディス・チェリー・カレクター・エビューズに収録された。また、 オディエルナの後で、以下の天文学者によっても独立に発見されている。この星団は、偽彗星の頭を形成している。北に伸びるはより暗い星団のトランプラー24で、この星団もやはりサソリザ OB1 を構成している。スカイカタログ2000.0クロソンジリオン、ベナキアラーアストロノミー、P119。ありがとうございます。